ボーカルバトルステージお疲れ様でした。ありがとうございます。トークの時にオミ君が噛まないかすごいハラハラしてたけどやっぱり噛んじゃいましたね。滑舌ってどうすればよくなりますか、教えてネスさん。俺まあ噛んでたね今日ね。ちょっと頭の回転が悪かったですね。インタールドの雰囲気は何もなかったので、もうなんかふわふわしてたな今日。なんか緊張もあるよね。そうです ね、なんか歌はすごい集中してたんですけども、なんか MC 中はちょっとふわふわしてた。でも伝えたいことがいっぱいありすぎて。女性が髪型を変えた時は分かるタイプですか。僕ですか。はい。これはね、あんまり気づかないタイプなんですよ。自分も全然気づかない。あ、じゃあそれはさ、バッサリ言ったら気づくけど、なんか色変えたとかもぶっちゃけちょっと分かんない。そうだね。劇的な変化じゃないとあんまり気づかないから。そう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 。でもリュウジめっちゃいろんなこと気づくタイプだと思う。よくさ、スタッフさんとかにもさ、あれメイク変えましたとかさ、めっちゃ言わない？はい。あれしょっちゅう言ってくる。あれ実は今まで喋ってたのが全部しょっちゅう言ってるよ。しょっちゅう言ってるよ。あ、じゃあ、あんまり気づいてるんじゃないですか。知らない。気づいてることに気づいてない。そうそうそう。ただの、あ、結構そんなことない。おばかさんだと。さりげなく言ってるでしょ、いつも。もしもし？もしもし。ごめんごめん、電話した？電話したよ。なんで電話出てくんないの？え？ちょっとバタバタしてた。いやいや、めっちゃ寂しかったわ、本当に。どうした？いやいや、でもさ、本当に3年さ、こうやって一緒にやってきてさ、やっぱ歌をお互い歌ってきたけどさ、また一表現者として新たなね、こう、新しい挑戦するさ、ね、ホットロード、ね、出演決まって、俺本当に、自分のことのように嬉しい俺は。何その棒読みか。いやいやいや、棒読みじゃない、本当に気持ちを伝えたくて。ごめん、キープオンドリーミング。またかよ。何やってんの今。今ね、お家ですよ。あ、いえ、なんか騒がしいけど。いや、今、収録中？収録中。なんで俺毎回電話なの？のぶさんに言っといて。じゃあ、ツイッター企画でさ、オミに電話してみたいな企画でさ。で、オミに電話しても出なかったからさ、ちょっと寂しかったな。よかった、出てくれて。あ、なんか、今日週刊終わったら、あれちょっと歌入れあるって。これガチなやつ。これガチなやつで。やるの？うん、やるって。なんか、ちょっとキーチェックも兼ねて。マジで？うん、そういうことだから。取材あるけど。その後だって。なるほど。めっちゃ落ちてる。これガチなやつだから。じゃあ後ほど。はいよー。はーい。じゃあね。はい。はい。やっと出たよ、こいつ。やっとかけてきたよ。よかったわ、でも。